どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はお知らせ動画になります。毎月ね、まあ月の真ん中ぐらいから後半ぐらいからにかけてこのお知らせを、させていただいてるんですけど、ガズのわがままウクレレの予約注文を受付再開というお知らせと、セミオーダーウクレレの、予約受付再開と、ガズの初めてウクレレの、これは販売再開です。こちらはすぐお届けになります。2021年4月19日の正午に予約販売再開と販売再開になりますよというお知らせでございます。つまり月曜日の12時、お昼12時からですからね。はい、この日時ちょっとご確認ください。ですね、まあいつもの通りなんですけど、ガズのわがままウクレレというのはコンサートサイズとソプラノサイズがありまして、ベトナムのホーチミンにてこちらにおられるモジャ川上さん、一本ずつこうね、職人技を駆使して一本ずつ心込めて作っているハンドメイド、オールハンドメイド、オール単板のウクレレということでございまして、これね、いろいろ仕様が選べるようになってます。ピックアップがついてるよとか、フレットが何フレットまであるよとか、いろいろちょっとねプチオーダーできるようになってるんですよ。はい、このサイズもね、コンサートサイズと、ソプラノサイズがあるんですけど、ちょっとねこれどうやって選んだらいいかって分かんない方多いと思うので、いつものことですけど、ここにねその選び方という動画シェアしておきますんで、ぜひこのガズのわがままウクレレ、ちょっと気になってる方は覗いてみてください。これはですね、ガズのわがままウクレレは左利き用のご用意もありますので、もしかして左利き用でいいウクレレないかなという方もおすすめしております。はい、そしてセミオーダーウクレレなんですけど、セミオーダーウクレレでちょっと写真載っけてるとこんな感じで、これはなかなかすごくて、塗装も選べたりとかしてね、いつもこれご案内してますけど、こういう風にいろんな塗装、これ色のサンプルなんですけど、木材とか塗装とか色とかも選べるということで、でちょっと今回お知らせしたいのは、セミオーダーウクレレを注文していただいた方はなんとこのめちゃくちゃかっちょいいハードケースが、ついてきます。これ中開けるとこんな風になってて、これロゴも入ってるオリジナルハードケースです。このケースもねすごく頑丈で付加価値高いと思いますので、セミオーダーぜひご覧になってください。セミオーダー、今までどんなセミオーダーが作られたかっていうのをねご案内してるページがあるんですよ。ここにリンク貼っておきますけど、これもちゃくんがね、自身で、ハンドメイド作ってるその職人さん自身がね解説してる面白い動画のくくりになってます。ここ必見です。見てみてください。はい、そしてこのウクレレ、はい、これガズの初めてウクレレです。こちらのウクレレ、これは販売再開です。はい、これはですねリーズナブルで弾きやすくて、初心者の方の初めての一本にいいぞということで、初めてウクレレということと、これプレゼントにも最適で、私ウクレレすごくハマって楽しいな、あの人にも始めてもらいたいなということで、はこれでウクレレ始めてみないという初めてウクレレ、はい、こちらの方もですね、本当に地味に大ヒットになってます。これはね、軽いし、持ち運びもいいし、本当にお値段がリーズナブルなんでね、まず最初の1本、これ、おすすめです。はい。はい、あと、それとですね、現在、すでにね、ご予約、ご注文いただいて、納品をね、お待ちしていらっしゃってくださってる皆様、大変お待たせしております。今、ベトナムのジーラオチーム一丸となってですね、ちょっと流通網もいろいろ変えたりして、なるべくこう、スムースに行くようにまた進めておりますので、もう少々お待ちくださいませ。でね、タイミングなんですけど、この雑誌、初めましてのウクレレブックに、このね、ガズレレがプロデュースしているウクレレがですね、まあ、これ、先日もちょっとご案内させてもらったんですけど、私のインタビュー記事が載っていたりとか、はい、ここ見てもらうと、ここ、ガズさんのこの曲とかもね、楽譜もいっぱいあったりとかしてるんですけど、あとね、これが面白いんですよ。この、Gラボウクレレ、はい。ここに映ってるのが、このベトナムでガズのわがままウクレレを生み出しているモジャ川上くんでございますね。この G ラボってこんなことになってますよという、こういうご案内のページだとか、あとはガズのね、これまだ、ほら、初めてウクレレのここにね、商品レビューも書いていただいたりとかして、なかなかこれ、いろいろ初心者の方からベトナムの方まで面白い雑誌になっていると思います。これも、よろしく、概要欄のところに貼っておきます。リットミュージック社さん。でですね、リットミュージック社さんといえば、これが出ました。見て。この赤いとこ見てください。ニューエディションって書いてある。これ緑色の本で一番最初に出したリットミュージックから出したガズレレの本なんですけど、これがですね、もう2018年なんで結構前になっちゃって、その間にね、もうよく改訂版ってガズレレ撮ってるじゃないですか。それに合わせる形で、この緑色のね、こっちのリットミュージックの本の楽譜の中身も、もう8割、9割の感覚で中身もリニューアルしてます。曲目は同じですけど、なんでこっちの方がね、最新バージョンの改訂版を楽譜にしているということで、これ出たばっかりです。これも Amazon なり、本屋さんなり、楽器屋さんなりにこれゲットできると思います。ここに赤くピッと書いてあるのが新しいバージョンですよということでご注目ください。まあそれに合わせてこっちもね、これガズレシピ、ガズレレでアプリがあるんですけど、このアプリ、これもね、新しい曲追加になってますけど、アプリの中で提供している、楽譜が、
本になっちゃったということで、これもですね、ぜひぜひ、ご活用ください。この辺のことをまあ概要欄に貼っとくんでね、ちょっとお時間ある時に見ていただきたいんですけど、はい、そういうわけで本日はですね、そのウクレレの予約販売開始と、初めては販売開始というお知らせだったんですけど、確認です。2021年の4月19日のお昼ちょうど12時から、このガズレレの、ここにね、リンク貼っときますよ。あの概要欄にも貼っときますけどね、そちらの方で、ちょっと見てみてくださいというお知らせでございます。はい、もうねだいぶこの世の中春になってあったかくなってきました。ウクレレにぴったりの季節到来でございます。ウクレレ担いでね外に行ったりとか、こう春なんでね、ちょっとやっぱこの楽しい曲をねこう演奏するとか、ぜひ皆さん自分でやる音楽さらに盛り上げていきましょう。それではさようなら、バイバイ。